皆さんこんにちは、ワンダルゲルギシです。では今回はアーツオブアイアン4現代元イランプレイの続きをやっていきたいと思います。まあ、領土をねご覧の通り拡大はしているんですが、やっぱりイラン一国体制ということで、NATO 陣営、まあ、イスラエル、アメリカ、トルコといったところと渡り合うにはまだまだ不十分という状態です。で、当面の目標はね、まずは資源の確保ということで、もう絶対的に不足している資源いくつかあるんですが、まあ、タングステン、鉄ですね。で、これらを貿易で手に入れたい。まあ、そういう思いもあるんですが、まあ、残念ながらですね、貿易するための工場がない。資源がないっていう状態なので、征服、侵略によってこれらの資源を確保していくというね、ところをやっていきたいと思います。一方、工場がなくて貿易ができないんであれば工場も作ろうよということで、今ね、ようやく原子炉の完成が迫ってきてます。で、原子炉が完成したらですね、軍需工場を民需工場に一気にバーンと転換してですね、民需工場を増やして、その工場で、貿易を行っていければいいかなというふうに思っています。では、早速時間を進めていきましょう。まずは原子炉の完成と、あと2026年10月に迫っているアフガンへの戦争正当化の完了、これをね待ちたいと思います。そこが終わればね、国力がだいぶ回復してくるというか、強くなるというか、底上げされるという状態になるんじゃないかなと期待しています。では人的資源をねちょっと動かしていきましょう。まずはハマダーンのところですけども、ハマダーンのところはこれをどうだろう、もう解体しちゃいましょう。ハマダーンは、あと、あ、ミサイル巡洋艦が4まで進んだか。だいぶ進んできましたね。あのミサイル巡洋艦作るには鉄が全然足りないので作れないんですけども、いざ作るときにね、ミサイル巡洋艦、新しいものが作れれば嬉しいですよね。で、今何をしているかというと、航空機なんですが、ちょっと一部をアフガン方面に振り向けたいので、解体してですね、アフガンとの国境近くに航空隊を配備していきましょう。そうだなぁ。300機ほど配備しますか。これで制空権をアフガン上空取りに行きましょう。で、あとは航空支援はね、陸戦でどうしても必要になってくる項目になってくるんで、今足りていない、一番足りていない人的資源、これをね、どうやって温存するかというのもしっかり考えていきたいと思います。で、そのためにはどうなんでしょうね。やっぱり今歩兵手段で編成している部分をもうちょっと耐久力の高い装甲化された部隊へと変えていく、そういう努力もね今後必要になってくるのかなと思います。まあ、ただすぐにできるわけではないので、まあ、必要がない、今すぐ必要とされていない航空基地に入っている航空隊を、まあ、一度ね開閉して、そこから得られる人的資源をうまく活用していきましょう。うお、潜水艦2030年モデルにすると1212日もかかるのか。これはちょっとないな。そうすると冷戦型魚雷ということで、魚雷をね、アップグレードしていきましょう。どうしても人的資源がね、枯渇してきている中では、その、リソースをね、うまく配備していくしかないので、必要なところだけに配備していく。まあ、だからこのあたりももう一旦、いや、でも第一革命防衛隊、第二革命防衛隊に配備しちゃってるからね。そしたら、まあ、一旦この第一革命、第二革命、両革命防衛隊をアフガンとの国境付近に展開しましょう。で、開戦と同時にアフガンを駆逐すると
いう流れですね。まあ、この第一代理革命防衛隊は、ここまでずっと戦ってきている精鋭中の精鋭ですからね。どんだけイランが戦争を仕掛けても、国際緊張とか全然高まっていかないんで、陣営の立ち上げがなかなかできないというのもね、頭を悩ましているところなので、陣営がないのであれば、やっぱり単独でね、領土を拡大していくしかないですからね。で、ようやく核が建設された状態ですね。原子炉ができて、今 23%。核開発が 23% まで進んだよっていう状態だと思います。で、陸戦の装備はもうある程度固まったよね。となると、こっからは暗視装備とか補助的なものをどんどん入れていきましょう。で、ちょっともったいないのが、ちょっと一回時間止めますね。政治力使い切ってるので、政治力をうまく何かに転用していきましょう。と言っても、もう何も得られるものがないな。政治力をうまく使って、力をね、蓄えていきましょう。海軍の再編もね、まあ、時が来たらやっていきましょうか。民需工場から軍需工場への転用が進んでいますね。これをどんどん進めて、貿易を行っていきたい。冷戦型魚雷が、1個進みましたね。じゃあ次に進めましょう、これも。まあ、我々イランの方の海軍は主力がやっぱり潜水艦であり、フリゲート艦でありというところで、大型艦を持っていないっていうのがありますからね。大型艦がない分、やっぱり潜水艦とかフリゲート艦、コルベットをうまく、戦力として、使えるようなドクトリンとか装備とか、そういったものをね、やっぱり積極的に考えていきたいと思います。アフガンへの宣戦布告が可能になるまであと3ヶ月程度になってきましたので、戦争のね、準備を行っていきましょう。人的資源をちょっとどう回収していくかっていうのもね、本当に頭を悩ますところにはなってるので、ちょっとずつ装甲化を、まあ、念頭にというか頭に入れていくっていうのはありかもしれないな。軽戦車とか入れるのはしんどいからね。そうすると自動車化代替、機械化歩兵、こういうものを入れていって、まあ、人的資源の損失を、まあ、和らげる。っていうのがね、ちょっと現実的に取れる内容なのかなという気もしますよね。では、ミサイル巡洋艦の5まで来たので、6を入れると915日だもんね。ちょっとこれは無理だよね、915日かけるっていうのは。で、フリゲート艦とかももう最終フェーズまで入ってるので、一旦これで、我々の海軍の、まあ、装備というか艦艇に関してはマックスまで到達したと考えていいと思います。で、陸軍のドクトリンも進んでるし、工学系のところもね、もうこれ以上何かというのはないので、そしたら研究速度をね、高めるとか、こういったところをちょっと入れておきましょう。
が今一番気になるのここなんだよな。ここをちなみにどうなんだろう。自動車化代替とか機械化歩兵変えた場合どうなるのかな。正面戦闘幅は上がる。対人攻撃力とかもある。人的資源も上がる。走行化される。これありだよね。ちょっと真剣に検討しましょうか。どうしても人的資源がね、この後、NATO 陣営との激戦を考えた場合に、必要になってくるので、衛星改正。で、自動車化代替、機械化歩兵を入れていこう。なんか悪くない気はするんですけど。あとは、支援砲兵とかを入れる意味はあまりないので、そうだなぁ。まあ、通信を入れておく。一つは、通信偵察。偵察でしょう。憲兵はいらない。憲兵はいらない。通信入れて、ここを自動車化代替、機械歩兵に変えていく。これで正面戦闘幅が29。29がどうなんだろうな。対空歩兵でしょ。いや、ちょっと待って、ね。リセットかけて、ここを歩兵。ここ、対空砲兵と変えて、ここをね、自動車化代替、機械化歩兵に変えていく。これで41。まあ、40にはならないけど、悪くはないと思うんだよね。これを、最もデフォルトな値にしますか。兵員輸送車が必要になるという話だね。で、あとは研究です。空中要塞の次、構成陣形。これ、航空優勢が 25%。あと、大量破壊で戦略爆撃がプラス20。戦略爆撃か、航空優勢か。本当に悩むけど、一旦航空優勢にしよう。もう本当に資源がね、全然足りていないっていう状態なので、これをなんとかね、していきたいですね。アフガンへの戦争、これが可能な状態になりました。早速戦争仕掛けていきます。宣戦布告。まあ、あっさりね、終わってくれるんじゃないかなという期待はしています。特殊部隊とか今いないし、入れる予定もないからな。本当だったらね、そういったところもしっかり入れていくのがいいのかなと思うんですが。まあ、そしたら高性能弾薬。まあ、ちょっとこっからは時代を先に見据えたものを選択していきましょう。ん？アフガンに意外と苦戦してる様子が見えるけど、大丈夫か？ヨーロッパ連合が EU を離脱。ちょっと待ってね。ヨーロッパ連合が EU を離脱の意味がちょっとよくわからない。今日ブリュッセルの欧州議会を訪れていたスロバキアの代表団が、これスロバキアが EU を離脱だよね。これはいいよ。ヨーロッパよ。フランスの代表団が去ったという話ね。うん。
EU はね、イギリスが結局どうするつもりなのかというのもありますけど。いや、アフガンで苦戦が見られるのはなんでだ。そうすると、第3部隊も投入しよう。これで革命防衛隊の1、2、3。3つの革命防衛隊すべてはアフガン戦線に投入です。アフガン戦線がなんかこんなに苦戦するとはちょっと思わなかったな。あっさり集結するのかなと勝手に思い込んでいたんですけど。待ってね、アフガンの方にインドがいるね。インド軍がアフガンの方に味方している。これだな。苦戦の理由は。革命防衛隊の2は何をしているんだ？指揮統制率が上がってきていないな。これで前に進まないんだな。積極的に変えると言っても、士気が低い中積極的に攻勢出ても難しいからね。一旦ちょっとこのまま人的資源が枯渇するのを指を加えて見てるしかないね。そしたらですね、まあ、アフガン戦線で苦戦してるんですけども、レバノンへの、戦争の正当化が完了したので、レバノンの方に、戦争を仕掛けていきましょう。で、レバノンの方にはですね、この、国境防衛5軍を投入します。革命防衛隊が苦戦しているので、まあ、ちょっとね、その革命防衛隊ではなく、今回は、国境防衛軍、第5軍をレバノン戦線に投入です。あとは国境防衛の2軍もちょっとアフガン戦線に投入するしかないな。こんなにも苦戦をするとはちょっと思わなかったので完全に油断をしていましたね。ちょっと一旦時間止めます。で、空軍のドクトリンが終わったので続いて現代型ハードウェアを入れて、さらに余っている部分を産業も全部入れちゃったからね。まあ、あとはもう本当に必要あるなしは別にしてやっていないものを入れておきます。じゃあちょっとおさらいしますね。まずアフガン戦線なんですが、革命防衛軍の 1,2,3 軍を投入しています。でさらに追加で、国境防衛軍、第2軍を投入。さらに、すでに国境防衛軍の第4軍は投入済みです。で、レバノン戦線の方なんですが、ここはね、国境防衛軍の第5軍で、戦っていきます。レバノンの方が先に戦いとしては終結してくれるんじゃないかなという予想はありますね。心配なのがアフガン戦線よ。国境防衛軍投入したことによって少し状況がマシになってるかな。
さあレバノンの方は包囲戦を展開していきましょう。アフガンの方もちょっとずつ進行はしてますね。じゃあレバノンの方は全ての州を割譲させます。レバノンを取ったので、国境第5軍ですね、第5軍をいっそヨルダン、イスラエル、この国境に集中配備をしていきます。で、心配なアフガン戦線ですね。カブールまで、もうちょっとまで迫ってはいるね。ヨーロッパ連合が NATO の主導権を掌握する。うん。アメリカではなくなったんだな、派遣が。アフガンの方ですが、戦闘が激化してるな。インド軍の支援を得ているとかだけではなくて、単純に指揮統制率が下がってるっていうのが、今のこのイラン軍のうまく作戦が進んでいない一番の理由のような気がしますね。防衛軍の方が徐々にすり減ってるな。革命防衛隊もいくつか師団がやられている。いや、やるな本当に。うん、これはちょっと本当に本格的に見直そう。そしたらレバノン戦で活躍してくれた国境防衛5軍、これを前線に投入します。思いのほか苦戦しているので、アフガン戦線で苦戦しているとこの後のアメリカとの戦いなどもってのほかだということになっちゃいますからね。国境防衛軍投入したことによってね、状況が変わってくれればいいですよね。よし、アフガンなんとか、降伏に持ち込みましたが、すべての州の割譲いける？ちょっと一旦時間止めましょう。アフガンは、全部取ったね。タジキスタン、キルギスタン、ウズベキスタン。いや、だいぶ手こずっちゃいましたけど、まあ、師団もいくつか失ってしまいましたけども、なんとかアフガン戦線は勝利で切り抜けたという形かな。
そしたらね、また師団の再編をしながら、次回は、もういよいよ、イスラエルと国境を接したので、まあ、イスラエルとね、戦いを視野に入れていきましょう。で、イスラエルとの、戦争が可能になる時期を見ておくと、2028年1月5日、まあ、つまり4ヶ月後には、もうイスラエルと戦争をすることになるので、ちょっと微妙なのがな、ヨルダンだよね、ヨルダン。ヨルダンがどっちにつくのか。戦力をイスラエルに集中するにしても、イスラエルの領土は狭いんでね、ちょっと難しい、いい戦いになるかなという気はします。そうすると国境防衛一軍とかって結構士気高そうだよね、こうやって見ると。そうすると、しばらくの間は国境防衛の一軍を配備して、行きましょうか。ちょっと線を引き直しますね。国境防衛軍の一軍を、イスラエルとの国境付近に配備して、攻撃線を引く。で、残りの部隊は、特に国境防衛軍ですね。うん、革命防衛隊ですね。革命防衛隊は、近くまで来ているものの、近くで待機。そういう形になるかな。で、残りの部隊は、再びね、任務に戻ってもらいましょう。インドとの仲がちょっと微妙な隙間風が吹きつつあるからな、今。そこはちょっと注意が必要かな。はい。そしたら次回はですね、いよいよイスラエルとの戦争。まあ、イスラエルとの戦争イコールアメリカ軍との戦闘になっていくと思います。アメリカはね、イスラエルに対して独立保証をかけてますからね。これを叩くにはやっぱりこの核だね、核。で、そうなると制空権が必要になってくるので、今人的資源が全然足りてないのをどうやって人的資源を確保していくかっていうのも、しっかりいい頭に入れていきましょう。大規模徴兵したいんですけどね、これ国際緊張 30% 以上必要だっていうのが今 10% で 30% になることはないと思うのでちょっと苦しいですね。はい。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。核が完成してます。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。